とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。この装備を使っていきますね。ファイアブランドです。ファイアブランド、正直あんまり使ったことないです。ユニークスキルが、火属性なんですよね。で、倉庫に眠ってたやつなので、エンチャントが若干微妙かもしれません。旋風、虚無、リフレッシュ、重力。まあ、下の3つはいいけども、旋風がなぁと思うんですけど、まあ、なんとかなるでしょう。で、一応、無謀英雄だけども、きつかったら途中で変えます。で、パープルストーム。で、羽、ドラ、キノコ。まあ、こんな感じで、やっていきましょうか。それでは、デイリークエストがなんか全部微妙だったんですよね。なんで、ラストステージ行きます。で、ここで、羽全部、旗か、羽全部取れば、まあ、それなりの難易度になるんで、大丈夫でしょう。ここでやっていきますね。ただ、無謀つけてるんで、火力は高いよ。全く問題ないぐらい、火力が高いので、全然余裕でいけてますね。OK。で、他のね、コメントでもらったんですけども、矢がどうしても枯渇するっていうコメントですね。矢はね、どうしても枯渇します。うん、そういうもんですね。なので、やっぱ序盤、最初に、矢を増殖していくとか、あとは、防具に、サプライズギフトをつけてみてください。うん、サプライズギフトが一番おすすめかな。そうすると、ポーションを使った時に、危ねえ、矢を出してくれることがあるので、まあ、それで増やしていけば OK だと思います。うん、サプライズギフトがついてると、まあ、枯渇することはないかな。ああオッケー、あぶね。なんで、そうやって対策していってみてください。まあ、パワーポーションとか、影とかも出ますので、戦いにもね、だいぶ役に立つんで、ぜひ、やってみてください。うん、一つの優秀なエンチャントとして、つけるのを検討してみてください。弓にね、無限をつけるとか、まあ、そういうことは別にしなくていいと思います。うん、無限つけるぐらいだったら、ほんとサプライズギフトが絶対おすすめです。よっしゃ。まあ、とりあえず、いけそうだね。うん。洞窟入りました。お、いきなりいるね。これね、リーチが短いんで、火属性に弱いわ。いや、火属性じゃない。やけど。うん。あ、まあまあ、どの向きでも火傷はちょっと嫌か。うん。なんかね、今まで、剣とメイスはまあまあまあ使ってきたんですよ。でも、斧はね、あまり使わなかった。うん。なんか、理由が分かった。やっぱ斧って、剣とかメイスと同じに見えて、やっぱりね、ちょっと使いにくいんだよね。なんだろう、リーチが短いと振りが遅めなのかな。まあまあちょっと検証してみないと分かんないですけど、まあ、多分最後の一撃が範囲攻撃になってるから、まあ、その分ちょっと他が弱くなってるのかな。あぶね、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 死ぬ死ぬ死ぬ死んだだよね。ここはきつかった。なんか、なるほど。そういうことか。プレイヤーのダメージ 40% 減少してます。なんか倒せないなと思ったら。そういうことね。OK。もちろん全部取ります。どこだ？よっしゃ。これね、ダメージが減ったところで、無謀が入ってるんで、ある程度は大丈夫。よし、無謀とね、やっぱパワーポーション取れれば、
何とでもなりそうね。でキャプテンはあと1体いる。いやナイス、おーい、あもう霊気がいるし、でちょっと待って防護とかきつすぎる、あぶねえ、防護きつくない、よしオッケーオッケー、もう嫌なエンチャントばっかだよね。よしで脅威が3で何プレイヤーダメージが 40% 減少してモブ HP が 20% アップ。あこれきついわ、こりゃきついわ、 OK 倒せないもんね、なんかね、うん、なんか倒せなくなってんのよ、あぶね、なんでパワーポーションをしっかり取っていかないとこれちょっと無理ゲーになるな。いや無理だこれ、エンダーマン無理倒せん、よしではボスまで行きます。これ再生が来た時がきつい、やばい、再生とあと防護がやばい、 あれが来ると倒せん、よし OKオッケー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 、ちょっと待ってよ、ポーションバリアを発動させて、でこれ絶対的にパワーポーションが必要、ああーもういなかったか、オッケー、多分ボスきついよこれ、これボス絶対きついな、火力スキルがついてないんで、あの超火力スキルね、ちょっと倒しにくいね、まあまあまあなんとかドラ使って頑張りましょう。ああいやちょっと待って、ちょっときつい、ちょっと待って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 、むずいって、オッケー、もう鬱陶しいこいつ、おいって、よしオッケー、いやいやでもここからきついよ、一回逃げるか、ちょっとこれ一回逃げよう、うんあれちょっとポーションバリアないと無理だわ、ポーションバリアでパワーポーション出ろ、出ないか、いけ、いや全然減らせん、危ない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 、これ完全に危ない、やばい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 、完全に危ない、やばいぞやばい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 、逃げよ一回逃げろ、きついって、あでもまあこれで、いや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 減らしきらん、全然減らしきらんわ、で地味に HP を削られてくるんで無理だね、あやばい、うわーまあまあ倒せはするかな、よし、いや無理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 、とてもじゃないけどダメージが、あーちょっと待って、もう最後最後最後、うん最後も突っ込んでおしまい、おっしゃ、あーあー動けなかった、はいそれでは戻ってきました、今日はコメントありがとうございます。ファイアブランド使ってみましたけども、まあ私的には剣かメイスの方が向いてるかな、まあ確かにこの3段目ね全体攻撃になってここは使いやすい点ですけども、まあ他の通常攻撃が
やっぱり剣メイスの方が使いやすいかな。はい、ということで今日はファイアブランド使ってみました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。